はい、こんにちは、116インズです。 FA 市場もだんだんと大物選手が減ってきた印象ですが、今日は先発投手カルロス・ロドンがヤンキースと6年総額1億6200万ドルの契約に合意したと報道が出ましたね。バーランダー、デグロームがすでに契約し、このロドンが先発の FA 市場に残った最後の大物選手となっていましたが、コンフジャッジを残留させ、数年以内に本気で世界一を目指したいヤンキースへの移籍が決まったと。ロドンが先発の大物選手の中で一番若いこともあってか、ヤンキース以外では今季彼がプレーしたジャイアンツやメッツ、レンジャーズ、カージナルスなど非常に多くのチームが一時はロドンに対して興味を示していましたが、ただまあここ数日の感じからしてヤンキースがかなり本気でロドンを追いかけている様子は伝わってきていましたし、ほぼほぼヤンキースで決まりなんだろうとは思っていました。一方でコンフは FA 市場が盛況で長めの契約も結構出ていたせいか、ロドン側が7年契約を希望しているなんて話もあった中で、ヤンキース側はできれば4年か5年で留めたいと年数に少し開きがある感じが伝えられていたものの、最終的には双方の希望の中間である6年契約に落ち着いたんですかね。今回はこのロドンとヤンキースの契約についてお話ししていければなと思います。はい、で先日のコレアの契約で念願の大型契約という話をしましたが、このロドンに関しても念願の大型契約がまさに当てはまる感じで、なんならここまでのキャリアを考えたらよくぞここまで来たとすら思います。もともとは2014年ドラフト全体3位指名をホワイトソックスから受けてプロ入りを果たしていることからも、その才能は高く評価されてきたところでありますが、プロでは度重なる怪我に苦しめられまして、なかなかそのポテンシャルをフルに発揮するには至っていませんでした。2019年途中にトミジョン手術を受けると、翌2020年メジャーへの復帰は果たしたものの、ピッチングは振るわずチームからノンテンダーを受けた経験もある選手です。ただ昨年2021年オフに取り組んだフォーム修正が功を奏したのか、ついに待ち望んだブレイクイヤーが到来し、24先発で防御率 2.37、 ウィンズオブリプレイスメント 5.1、 怪我の影響で後半戦思うように投げられなかったことや、ロックアウトの影響も受けてか、昨年の FA 市場ではジャイアンツと2年総額4400万ドルの短めの契約に落ち着きましたが、今季は怪我なく1年間投げ抜き、さらに31先発で防御率 2.88 と、イニング数が増えてもなおハイレベルなピッチングをキープできたことで、6年総額1億6200万ドルの大型契約を手にするまでに至りました。ノンテンダーからわずか2年でここまでキャリアがいい方向に激変するピッチャーも珍しいのではないでしょうか。であれだけ怪我の多かったロドンに対して6年契約と聞くと本当に大丈夫かと思われるかもしれませんが、ここ2年間のピッチングで怪我の不安自体はだいぶ和らいでいるのかなと思います。2019年のトミージョン手術から3年が経過し、今季の速球の平均球速は自己最速の 95.5 マイルとなっているあたり、状態の良さが伺えますし、それでいて大きな怪我なく今季31先発、178回と1年間しっかり投げ抜きました。途中豆で登板間隔を空けたり、またジャイアンツのプレーオフ進出の可能性が完全についえた後にシーズン最終先発をスキップするなどはありましたが、まあそれ自体は他のピッチャーでもよくあるような話なので、昔のように健康面に不安のあるピッチャーというイメージから、ローテーション上位をちゃんと任せることができる頼れるピッチャーのイメージへと変わりつつあるのかなと。またここ2年間の投球を考えたら、なおのこと大型契約にふさわしい存在になったとも言えるでしょう。こちらは直近2年間で計300回以上投げたピッチャーのうち、ファングラフ算出のウィンズオブリプレイスメントが高い順に並べたものになりますが、ロドンはブルワーズのバーンズ、フィリーズのウィーラーに次いで MLB3 位のウィンズオブリプレイスメント 11.1。 この5人の中ではイニング数の少なさは少し気になるところであるものの、2年間で防御率 2.67、 全打席に占める奪三振の割合は驚異の 33.9%、MLB 全先発投手の中でもトップクラスに支配的な投球内容となっていますし、FIP を考えればさらに成績が向上する可能性すら秘めていそう。先発投手の FA 契約もなかなかお高めな印象を受ける昨今の市場も考えると、ここ2年間で MLB トップ3クラスの成績を残している先発投手が大型契約を得るのは、これは必然かつ当然と言えるのではないでしょうか。また近年ロドンと同じような年齢で FA となり、大型契約を手にした先発投手として昨年オフにブルージェイズと5年総額1億1000万ドルの契約を結んだケビン・ゴースマン、マリナーズと5年総額1億1500万ドルの契約を結んだロビー・レイがパッと浮かびますが、彼らと FA 直前シーズンの成績も比べてみるとこんな感じ。防御率に大きな差はないものの、ロドンのファングラフスタンスのウィンズオブリプレイスメントが 6.2、 ゴースマンが 4.8、 そしてレイが 3.9 ということで、ロドンの方が投球内容は上であると。ベースボールレファレンス算出のウィンズオブリプレイスメントであればそこまで差はないんですけどね。
2人と比べてロドンは契約が1年長く、総額も5000万ドルくらい高いですが、ロドンは今季が29歳のシーズンということで、昨年のレイと同年齢で FA を迎え、投球内容は当時のゴースマンよりも上、さらには2年続けてトップクラスの成績を叩き出しているわけですから、アメリカ国内のインフレ状況も含めますと、やっぱり妥当な契約規模なんじゃないでしょうか。そしてロドンという現在 MLB でもトップクラスに活躍している左腕を獲得したことで、ヤンキースの先発ローテーション大きく強化されたわけですが、先日アーロン・ジャッジと9年総額3億6000万ドルの大型契約にて再契約を結び、そして今回のロドン獲得と、ヤンキースがジャッジの全盛期にオールインする姿勢が明確に出た形なのかなと。ヤンキースがジャッジを流出させるなんてありえない事態ではありましたので、残すのは当然にしても、一方で来季が31歳の大型外野手に残された全盛期の時間はおそらく契約年数ほどに長くはなく、ジャッジからスーパースタークラスのパフォーマンスを見込めるであろう、向こう2、3年以内に何としてでも世界一を狙う必要があるわけです。ジャッジの残留の時点でペイロールの管理もかなり難しくなっていて、すでにコール、スタントン、ジャッジの3人に5年間で5億ドル以上支払う必要があるわけですが、ロドの加入で4人に払う額は5億4000万ドル以上となりました。ペイロール管理の厳しさは増す一方ですが、それだけヤンキースがこれからの数年間にかけている証拠でもあります。ヤンキースファンの方からすれば、このペイロールでこれから本当に大丈夫かよと思われているかもしれませんが、一方で一人のメジャーリーグファンとしては、やっぱりヤンキースといえば潤沢な資金力を生かしてスター選手を集めて強いチームを作り上げるイメージがありますので、コンフのヤンキースはジャッジにあれだけの超大型契約を与えて、さらにロドンも獲得と、実にかつてのヤンキースらしさを感じまして、来季のエール東地区の戦い面白そうだなと楽しみにしている部分もあります。だってこのローテーションですからね、めちゃめちゃ豪華ですよ。故障のリスク等々はもちろんあれど、ちゃんと稼働すれば MLB 屈指のローテーじゃないですか。コールとロドンのワンツーパンチに、今季オールスターに選ばれたコルテスが3番手、セベリーノも怪我がなければ期待できそうですし、トレードデッドラインで移籍してから全く調子が上がらなかったものの、モンタスが5番手、モンタスクラスが5番手ですよ。どうなってるんですか。先発のデプスとしてはヘルマンやシュミットも控える体制で、本当に他球団が羨むローテーションになったなぁと。今季の特に前半戦は盤石な投手陣にも支えられてヤンキース勝ちまくっていましたが、来季も投手陣がしっかり抑えて、で打線の方ではジャッジを中心に暴れてもらう、そんな野球を見せてくれるのでしょうか。そしてそれが果たして世界一へとつながるんですかね。皆さんは今回のロドンの契約どう思いますか。ぜひですね、コメント欄にも皆さんの考え教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、 MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。